ちがいる、ウルトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。ウルトラ6番目の兄弟、ウルトラマンタロウについての物語が今ここから始まる。やっと帰ってきた。おい、誰か飛び込んだぞ。おい、小太郎君。おい、船長、さようなら。小太郎君、船に就職する話はどうするんだ。せっかくですがお断りします。それからこれをもらってきますよ。ありがとうございました。船長、東君の部屋にこれが。うん、身寄りがないというのにどうするつもりなんだ。船長、俺は裸一貫で世界中歩いてきたけど、やっぱりボクシングやりたいんです。男らしい仕事だと思うんだ。あ、それからチグリスフラワーの球根、砂漠の中で100年に一度しか咲かない花だそうですが、俺が日本の土で育て花を咲かしてみせます。綺麗な大きな花を。あっ、どうしたんだ。宇宙だ、宇宙へ行く。全員対戦しろ。待ってよ。おっとっとっと、隊長、攻撃準備完了だ。いましたよ。待て待て、慌てなさんな。相手はタンカーでやってるんだぞ。原油に火でもついたらどうするんだ。しょー、副隊長、原油タンクを狙ってるな。冗談じゃないぜ。ちょっとすいません。よし、なるほどね。頭がいいだけじゃない、勇敢な男だ。畜生。よし、攻撃だ。助かりましたよ、孝太郎君。ありがとう、船長。ただで船に乗せてくれた俺ですよ。それじゃあ、孝太郎君、ほら、忘れ物だ。ああ、君にとっては大切なもんだろう。どうも。孝太郎君、どうかね、しばらく私の家へ泊まっていったら、子供たちだけしかいないんだが、
ありがとうございます。でも俺は俺のやり方でやっていきます、さよなら。花が咲いてるぞ。まさか。いてえ。夢じゃない。ワクオ、咲いたんだよ。チリズ花が咲いたんだ。100年に一度しか咲かない花が咲いたんだ。咲いたぞ。やったー。咲いたんだ。宇宙科学警備隊ザットは。逃げた鳥獣の逆襲に備えて東京湾一帯のパトロールを強化していた。こちらラビットパンダ、埋め立て地で鳥獣発見、急行願います。隊長、こっちです。うん。パンダの電気ショック装置にかかってまた地面に潜っちゃったんです。なんだと？あれを見てください。なるほど、新しいものがあるな。この花が怪しいんですよ。隊長、ここは埋め立て地です。地盤の柔らかいところを通ってこの地下に逃げ込んだとも考えられますね。わかった。怪しいものは一応処理しよう。はい。スーパーナパームで焼いてしまえ。はい。ギャー！うっ！あ、あっちっちっち。誰だ？あ、この野郎。おい。俺もバーベキューにする気か？ま、待てよ。こんなとこに寝てる方が悪いんじゃないか。ああ、俺の花を。おい、この始末はどうしてくれるんだ。バカ、この花の下には鳥獣がいるんだぞ。おい、俺の花がどんなに大切なのかお前知ってるのか？え？バカ野郎。隊長さん、来い。よし、行くぞ。来いよ。隊長さん。まあまあいいんだ。大切な花を。俺は違う。邪魔なんだよ。隊長、鳥獣です。あいつだ。見ろ、おし、調子はチームじゃないか。攻撃だ。はい。やるよ。お前の花と同じじゃないか。俺の花が怪獣に。畜生。
よし、こうなったら俺自身の手で。おい、やめろ。あいつ、怪獣の足に噛みつけやがった。あ、危ない。ひどい怪我ですわよ。そうだ、緑のおばさんを呼んでこよう。そうそう、あのおばさんなら怪我具合すぐ直してくれるもんね。綺麗だ。いいんです、こんなハンカチ。いや、あなたのことですよ。え、いったっ。さあさあ、みんな早く学校行かないと遅れるわよ。おばさんに任せてちょうだい。はーい、ね、おばさんお願いします。はいはい、あと私がやるわ。痛むでしょう。ちょっと脱いでごらんなさい。あらあら、ひどい傷ね。お母さん。え？不思議だな。死んだお母さんに似てるんです。そういえばあなたも私の息子によく似ているわ。え？さあこれで大丈夫よ。そうだ、いいもの投げる。これお守りなの。大切に持っててちょうだい。ありがとう。ねえ、あなた、やりかけたことは最後までおやりなさいよ。途中でやめたらダメですよ。はい。気をつけてね。さよなら。近代科学の粋を集めたザットの本部には、スカイホエール、コンドル、スワロー、ウルフ37、ラビットパンダなどの飛行機や車両がいつでも出動できる体制で待ち構えている。諸君、新入隊員を紹介する。東小太郎君だ。 お前生きていたのか。よろしくお願いします。紹介しよう。副隊長の荒垣君、よろしく。隊員の北島君、南原君、おっす。西田君、こんにちは。それからアシスタントの森山君だ。よろしくお願いします。ああ、それから東君。はい。みんなの前で注意しとく。え、これだけは体内ではなしだぞ。あ、いいな。はい。隊長。なんだ。都心に怪獣が現れ、こちらに向かっているそうです。やっぱな、とうとう姿を現したな。東京湾から飛び去ったものと同じ怪獣ですね。そうだ。よし、出動だ。はい、はい。
作戦を開始する。コンドル、まず奴の気を引け。了解。放電開始だ。電圧を上げる。畜生、くそ、あ、コイルが落ちる。このままではホエールがやりしまう。カモン、ポッポッヒ。はい。ゴングル危ない。対象。隊長。隊長は、ザットの本場は滅多なことで壊れやすい。しっかり止まってろ。会長は俺の手で倒すんだ。東光太郎は完全に爆発の炎に包まれた。視線をさまよう光太郎を新しい世界に導いたのはウルトラの兄弟たち。そして今、ウルトラの母が、ウルトラの兄弟たちよ、ウルトラ六番目の弟ウルトラマン太郎が今誕生する姿を見るがよい。お前たち兄弟は皆こうして生まれたのです。見よ、ウルトラの命の誕生を。ウルトラの父なりウルトラ
隊員が。何だと。おーい、おーい、もうやろは君の家か。なんだ、知り合いか。朝日田隊長はどんな若者を連れてきたのかな。あ、船長光太郎君。なんだ、おやじさんとも知り合いなのか。いやいやいや、これはよかった。隊長、これはどういうことですか。どうって君の方がよく知ってるようじゃないか。今日からの君の下宿だよ。しかし隊長、そんないきなり。隊長命令だ、これは。命令だなんて。そうですか、命令ですか。考えさせてもらいます。な、何。おい東、ちょっと待て。おい、今日からあなたは一人で生きていくので、寂しいことなんかありません。あなたの頭の上にはいつも太陽が輝いていることを忘れないでね。激しい雷鳴と稲妻の中に大怪獣コスモリキッドの方向、北走るウルフ37、ザットと二大怪獣の死闘、ダイブキングの胃袋の中に囚われ翻弄される光太郎のピンチ、その時ウルトラの星から地球へ向かうウルトラの母、さあ来週のウルトラマン太郎、みんなで見よう。